皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の5月の12日木曜日ですね。時間がちょっと45分ぐらい遅れまして、午後7時45分ということです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、やはり2020年東京オリンピック招致は安倍晋三、森喜朗、電通が国際連陸連元会長を130万ユーロ約1億6000万円で買収して実現したということが、ザ・ガーディアンですね、イギリスの新聞紙ですけど、が暴露したんですね。かなり長い記事が昨日付で、出たということで、今日はそれを取り上げます。コンティニューコインですね、いつもありがとうございます。土山純一さん、お茶が6杯とコンティニューコインが2枚ですね。からセブンママさんがコンティニューコイン、そして先ほど、いつもここいつも配信時間不定期ですかと、いもちさんという方、不定期なんですよね。7時からだいたい7時半、 あるいは今日みたいに7時46分ぐらいだと思いますね。申し訳ないですけど、そろそろ始まると思いますよという石塚雄二さんが言ってくれてますね。それとコンティニューコインでエレファントムさんですね。それとアイボニエさん、南阿蘇の地熱発電事業をイスラエル系の3社が受注してたという、これちょっと類ですね。後で読まさせていただきます。ということで今日のワイワイニュースライブですけど、いつものように、支援組織見るの会入会のお願いということで、これを貼り付けさせていただきます。これが字数制限ギリギリでしたね。見るワイワイニュース支援組織見るの会入会のお願いと、世界中から1貧困と大格差社会、2テロと戦争、3核兵器と戦争兵器を最終的になくすために1000名の支援者を募集しますということで URL です。よろしくお願いします。そして今日の最新のお知らせですけど、昨日ですね、例の第9回ワイワイニュースライブネット世論調査の最終結果が出ましたので、それをお伝えするということで、すでに、メールとかブログにはアップしたんですけど、テーマは東京地検特捜部は凶悪を摘発する正義の味方か、あるいは CIA 直轄の弾圧機関かということで、結果はですね、1番が 5%、 2番の直轄の CIA 直轄の弾圧機関だと 95% ということで、圧倒的に、今回は回答者が58人ですね。ツイッター57名様、メールが1名様ということで、圧倒的な方がですね、東京地検特捜部は正義の味方ではないと、アメリカによる日本の植民地支配のための弾圧機関であるというふうに、おっしゃってるんですね。それでツイッターの画面上はですね、5% じゃなくて 7% になってるんですけど、これはお一人、回答されたお一人の方が間違って1をクリックしましたと、訂正お願いしますという連絡がありましたので、それで、7じゃなくて 5% になったということです。ということで、皆さん分かっている方がかなりの数の方が分かっていらっしゃるということですねそれから、ご協力誠にありがとうございましたということで、また毎週日曜日始めますので、今回は第10回ですね。まだ
テーマ決めてないですけど、毎回やりますんで、ぜひ回答される方が1000名になるまで、実現したいですね。から2番目にですね、このワイワイニュースライブで4月の18日に、放送しましたメインテーマ、熊本大震災が人工地震テロだったことは地震波と放射能線量を見ればわかるというテーマでワイワイニュースライブをで放送し、そして、すぐにですね YouTube で配信したんですね。そしたらこの YouTube の視聴回数が現時点で 18,334 回と、すごい数の反響があったということですね。ですから、まあ、ほとんどの方がいわゆる肯定的に見られてるんですけど、その、全部で YouTube のこの配信画像に対して24件のコメントがあったんですね。で、その中には、この親父頭狂ってんじゃないかとか、こんなことを言うやつは取り締まれとかね、いうのが、どのぐらいですかね、5、6件あったんですよね。ということで、すべての人が肯定的には、まあ、このYouTube の画像を見てないということで、まあ、いわゆる工作員とか、ネトウヨとかがコメントを入れているということですね。まあ、機会があれば、24件のコメントすべてを、取り上げてもいいんですけどね。面白いと思うんですよね。アナムさん、今日のメインテーマですね。田村誠さん、コンティニューコインですね。がアナムさんがお茶ですね。吉行さんが今日のメインテーマのリツイートですね。コンティニューコインですね。エレファントムさんですね。コンティニューコインと。こういうことです。で、今日の一言ですけど、これは朝日ジャーナルさんの、桜井ジャーナルさんの昨日かな、ブログ記事の中に、現在実戦配備されている核弾頭の数という数が載ってましたんで、それを今日の一言で、取り上げたんですね。で、アメリカが21004、これ実戦配備ですからね、保有数は4804で、ロシアが実戦配備1600発で、保有が4480と、イギリスが実戦配備60発保有が225発、フランスが290発と保有が300発と、そして実戦配備の実態が公表されていない国、例えば中国は実戦配備250、インドは110、パキスタン120、朝鮮は最大で10と、そしてイスラエルは400核保有しているということですね。で、この400というのは桜井ジャーナルさんではなくて、これは鈴木恵子さんの、本の中で、これか、これは前回朗読したやつですね。金融暴落から戦争に突入する日本と。この中にイスラエルは現在400発の核兵器を持っていると、核爆弾を持っているというふうに言ってるんですよね。そして今日のキーワードですね。これはこの間やってますブログ、隠された真実より転載してますので、今日は日本銀行ですね。これ URL 貼り付けますかね。日本銀行、僕らも朗読で紹介しましたベルナーさんの福井日銀総裁の恐ろしい正体という
対談本があったんですけど、これもこの中で紹介されてるんですね。それで、日本銀行ブログ隠された真実より天才ということで、1877年、松方正義が投資でフランス蔵商レオン・セイと会談したと。レオン・セイが日本に中央銀行設立を進めると。このレオン・セイのボスがフランスロシアイド家4代目の当主アルフォンスであったと。だからこの時からもう日本日銀というのはロシアイドなんですよね。で、日銀は三井ロスチャイルドの牙城ということで、安倍晋三が提案している日銀法改正ですが、日銀は雇用の最大化に努めなければならないという条文を入れて、日銀の雇用の改善への義務付けというのは妥当ですと。日銀の金融政策だけ雇用の改善は無理だという意見があるようですが、そうではなく、これは日銀の悪しき慣習に切り込み、一石を投じているのです。これはカレードスコープの記事かもしれないですね。日銀の客員研究員だったリチャード・ベルナー氏と元日銀マンの石井正幸との会談形式で書かれている本、福井日銀危機な危険な姿の中で、日銀のプリンスと言われている福井俊彦がどのようにして30歳で将来の日銀総裁になることが決まったのか、その内幕が暴露されている。で、失業率 8% は当然国民が苦しんでいても何とも思わないと。これは紹介しましたよね。で、福井総裁就任は30年前から決まってたということですね。それと日銀、歴代総裁の人事を決めるとき、西園寺金持をはじめ何人かのフリーメイソン結社員の名前が出てくるのが大変興味深いと。日銀とロシアの関係によれば、渡仏中で日本で大政奉還があってザ・幕府が倒れたと。帰国した渋沢栄一は明治新政府に大蔵卿として招かれると。そして第一国立銀行を設立し、多くの会社を起こした。渋沢の第一銀行と三井銀行が一緒になって、やがて日銀が誕生すると。まあ、そういうことなんだ。だから日銀は伝統的に三井ロスチャイドの牙城なのですと。ちなみに、郵政民営化では日本郵政の社長に三井住友ファイナンシャルグループの西川義文氏が就任したと。西川氏は社長になるや三井住友銀行や住友生命、住友系の企業から事業員を日本郵政に続々と出向させるなど、三井財閥との深い関係を拡散あったと。で、日本の金融のほっとりはロシアの財閥にコントロールされた三井が担当していると。それと日銀とロスチャイドの関係の最後に、昨年2005年10月25日26日にアメリカのシンクタンク AEI 所長クリストワー・テムスと日本側から安倍晋三氏、前原誠二氏、外務省の鶴岡浩二氏、防衛庁の山口昇氏、そして元ワシントン公使の阿川直彦氏らがキャピトル東京に集まって、日本を中国との戦争に引きずり込むスケジュールが話し合われたとしていますが、それが本当なら大変なことですということですね。まあ、今回のあんまりこう新しい情報はなかったですね。ちょっと紹介することもなかったですね、今回ね。すでに本の朗読をしてますんで、大体内容分かってますよね。そして、次は、これはまあ新しいやつ。まあ、こちら。この国の重大な真実と。日本人だけが知らない重大な真実と。なおちゃん、こんばんは。またよろしくお願いします。コンティニューコインですね。それから砂ズキンさん、コンティニューコイン2枚ですね。それから砂ズキンさん、今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。吉幸さんがお茶ですね。田村誠さんコンティニューコインということですね。それで朗読ですね。
今日は日本郵政グループ上場で日本国民の財産が消滅するという125ページから130ページ、ちょっと長いですね。5ページぐらいあります。125ページ。日本郵政グループ上場で日本国民の財産が消滅すると。2015年11月4日、日本郵政グループ3社の株式上場が実現したと。上場したのは日本郵政本体と、その 100% 子会社であるゆうちょ銀行と官保生命保険の3社である。これはバブル期に上場した NTT 以来の超大型案件だと。日本郵政は上場後もゆうちょと官保生命の株式は 50% 程度保有し、政府も日本株式の3分の1を所有する。日本郵政株の3分の1を所有する。だが、この上場は関係者の間でガタガタ劇を生み出した。上場総額は1兆円を上回り、株主数は100万人に達する。だが何のための上場かわからない。郵政民営化に対しては米国からの要求、米国の命令があった。2004年10月14日に公表された年次改革要望書には日本郵政公社民営化の要求が記載されている。米国政府はその要望書で官保を郵政事業から切り離して完全民営化し、全株を市場に売却せよと要求している。米国の目的は日本国民の財産、ゆうちょプラス官保350兆円を収奪することにあった。彼の目的は明々白々なのである。だが当時の小泉イコール自民党政権は彼の要求を実現するために必死になった。日本国の政権は米国の奴隷なのである。10月1日、日本郵政グループの主要幹事証券会社11社が発表された。そのうちは以下の通りだと。国内企業5社、野村証券、三菱 UFJ、モルガンスタンレー証券、大和証券、みずほ証券、SMBC、日興証券で。海外企業4社、ゴールドマンサックス証券、JP モルガン証券、シティグループ証券、UBS 証券。国内特定区分2社、岡山証券、東海東京証券。日本郵政グループを取り巻く右の情勢を平たい言葉で言えば、証券会社の無造無王がハゲタカのように群がっていると、虎視眈々と利益を狙っているということだと。今回の日本郵政グループ上場における最大重要ポイントは、11社の主要幹事証券会社の中でどこが支配権を持つかということだと。今回の上場では、初回売り出しで全体の 10%、総額1兆円から2兆円程度の規模になると。ゆうちょ銀行だけでも、ゆうちょ残高が178兆くらいあると。そのうち約 80% は国債購入に充てられると。償還されて金が入ってくるとき、それをどう運用していくか、外資系のグローバルコーディネーターがまとまれば、ゆうちょの運用先まで牛耳ることができると。投資、ゴールドマンサックスが支配権を持つに決まっていると。そもそも言うならば、2000年代、小泉純一郎の時代に郵政民営化を仕掛けたのは、米国ゴールドマンサックスだった。そしてどうなったか。2010年代、安倍晋三の時代、ゴールドマンサックスは自社の人間を郵政株上場前の段階でゆうちょ銀行の副社長に送り込んでいると。2014年6月。平たく言えば、2000年代、小泉純一郎の時代から2010年代、安倍晋三の時代の背後には、米国ゴールドマンサックスが存在したとも言えるのだと。2015年11月、新聞はゆうちょ銀行に7人の侍と出して次のように書いていると。読者書士はこの背後情勢を投資することができるだろうと。運用収益強化に向けたゆうちょ銀行の財務人材の登用が進んでいると。6月に副社長として迎えた元ゴールドマンサックス証券副会長の佐合勝則氏を含め7人を起用、7人の侍、長戸正次社長と称して年明けから本格的にな投資に着手すると。日本経済新聞。本省の立場から7人の侍なんて勝手に言ってろと思うしかない。ゴールドマン出身の宇根直秀氏、バークレイズ証券の田原邦夫氏、投資ファンドを運営していた笠間孝之氏らを向けた。それぞれデリバティブ株式クレジットは得意分野だと。長戸社長は投資商品ごとの骨組みができたと手応えを示す。で、運用担当者向けに通常の執行役ではなく、執行役員という
肩書きを作るなど郵政グループでは異例の厚遇だと。収益の大半を占めるゆうちょ銀行の資産運用の結果は郵政3社の株式同時上場の成否も左右するだけに、侍たちの責任は重大だと。これは日経新聞ですね。ゆうちょ銀行の7人の侍は全員外国勢力の手先であると。彼らは異例の厚遇も受け、日本国民の財産を巻き上がることは血祭りを上げることになると。日本郵政グループの上場問題について述べた。これは外国勢力に利益を与えるためのものであると。だが根本問題はさらにある。日本郵政グループは外国勢力の手先だからだと。2015年夏、上場前の段階で情報誌は次のように書いていると。今週、株式上場が予定されている日本郵政グループをめぐり、ある批判が出ていると。問題になっているのは同グループの中国企業ゆうちょ銀行の社長を務めてきた伊沢義行氏の再就職先だと。同氏は今春社長を退任した後、米国の有力投資運用会社ブラックロックの日本法人会長に就任したと。三井物産時代から豊富な海外経験を持つ伊沢氏の手腕が買われたという。しかしゆうちょ銀行はブラックロック社の金融商品を販売する立場であると。今回の人事は有力顧客の社長が仕入れ先に転職したようなものと。扱う商品が投資信託など金融商品であるだけに利益相反も生じかねないと。しかも伊沢氏は4月の就任発表時点でゆうちょ銀行の親会社である日本郵政の取締役を継続していたと。伊沢氏はもとよりこの転職を認めた日本郵政の感覚にも疑問符がつくと。これ選択2015年7月号ですね。なぜこのようなことになるのかと。結論だけを述べておくと。郵政グループは外国勢力の手先だからだと。それではいつからか日本国民は過去を深く投資せよと。日本郵政グループが外国勢力の手先となったのは2005年民営化された年からであると。彼らは日本国民の金を外国勢力に貢ぐために存在すると。先に述べたことを繰り返す。2000年時代、小泉純一郎時代に郵政民営化を仕掛けたのは、米国ゴールドマンサックスだった。そしてどうなったか。2010年代、安倍晋三の時代、ゴールドマンサックスは自社の人間を郵政株式上場前の段階で、ゆうちょ銀行の副社長に送り込んでいると。2015年6月。平たく言うならば、2000年時代、小泉純一郎時代から2010年代、安倍晋三の時代の背後には、米国ゴールドマンサックスが存在したとも言えるだろう。読者趣旨はここまで話を想起せよ。今、日本経済は郵政民営化、TPP、アベノミクスのトリプルパンチを受けている。そしてどうなるか。近未来予測。日本経済は外国勢力によって徹底的に破壊されると。それに手を貸しているのは、彼らの手先となって動いているのは安倍晋三であることは言うまでもないと。本省の立場からは彼は悪魔と言うしかないと。だが安倍晋三の悪魔性はそれだけにとどまらないと。自称では彼が日本国そのものを破壊する動きを投資すると。ということですね。第4章ですね。明日は安倍晋三は日本国民の生命を米国に差し出す集団的自衛権と安保法制改正の目的というところですね。7人の侍ではなく7人の盗賊ですよ。7人の侍というのを持ち上げているのは日経新聞なんですよね。実際は盗賊ですよ。売国奴ですよ。日本国民の財産をゴールドマンサックスに売り渡すということを平気でやるんですよね。衆参ワイワイニュースライブただいま配信中ですね、はい、今日のメインテーマですね。早川さんコンティニュー公演ですね。衆参コンティニュー公演、なおちゃんコンティニューこんばんは、よろしくお願いしますということですね。そして今日のメインテーマですね。やはり、まあ、私が予想してた通り、2020年東京オリンピック招致は安倍晋三、森喜朗、電通が国際陸連の元会長を130万ユーロ、1億6000万円で買収して実現したんだというのは今日のメインテーマですね。で、これは昨日付、5月11日付の英国新聞紙ザ・ガーディアンが東京オリンピック秘密口座への130万ユーロの支払いが2020年東京オリンピックへの疑惑を高めるというタイトルで長い記事を書いてるんですね。で、私はこの長い記事の、3分の1ぐらいですかね、日本語を訳したんですね。で、残りはまた明日取り上げるということで、
これを読んでますね。日本語のテキスト。東京オリンピック秘密講座への130万ユーロの支払いは2020年東京オリンピックへの疑惑を高めるということですね。で、この疑惑の支払いはフランス警察が捜査中と言われると。ダイアック前 IOC 委員および前世界国際陸連会長とオリンピック入札との関連捜査で IOC に圧力がかかっていると。闇情報によると送金口座は国際陸連 IAF のスキャンダルの中心だということですね。これはオーウェン・ギブソンという人が独占記事を書いたと。5月の11日付です。で、東京オリンピック招致委員会が不祥事を起こして辞任したラミンヌ・ダイアク元国際陸連というのかな会長の息子が関係している銀行口座に7桁の金額を送金したのは2020年オリンピック東京オリンピックの招致オリンピックの招致レースで日本が勝った期間中だったと当局は把握してるんですね。で、130万ユーロ、100万ポンドですね。日本円だと約1億6000万円の疑惑の支払いは現在フランス、これは言いましたね。またこの送金疑惑は2013年に決定した東京開催に深刻な問題を提起している。ラミアン・ダイアク元国際陸連会長の息子パパ・マサタ・ダイアクで東京オリンピック決定の疑惑は雪崩を打って彼の上にのしかかると。息子なんですね。で、国際陸連のコンサルタントとして、会長の息子2人が雇われているという、もう私物化ですね。この会長というのは国際陸連の会長を十数年やってたんですね。だから独裁体制の私物化されてたんですね。で、投票が買収された可能性が出てきたことは2002年ソルトレークシティ冬季大会の直前に紛失した贈収賄スキャンダルを受けて入札プロセスの誠実な改革によって大きな改善をした IOC にとって厄介な問題になっているということなんですね。で、大学教なんですよ、これ。サーの称号をもらってるんですね、これね。セネガル人ですよ。黒人ですよ。で、大学教は1999年から2013年の間、IOC 委員を務めたと。IOC というのは国際オリンピック委員会ですね。だから、14年間も IOC の委員を務めた。が、ロシア選手がドーピング検査で陰性になったことを隠蔽するために彼は、100万ユーロ以上の賄賂を受け取ったという疑惑で昨年11月国際陸連の会長を辞任したんですね。ただその前に彼は2013年まで IOC の委員やって、14年は名誉委員になってですね、 IOC の。なんかやり手なんでしょうね。彼は今フランス検察当局が陸上競技国際機関での汚職を捜査しているためにフランスを離れることができないと。フランスに居住してるんですね。で、息子はセネガルにいるんですよ。で、セネガルでも警察の事情聴取を受けてるんですね。で、今年の3月、当時っていうのはガーディアンですね。フランス当局の捜査が2016年と2020年のオリンピック招致レース疑惑まで拡大されたと報じたと。2016年、今年というのはブラジルですよね。ブラジルのオリンピック、それと2020年東京オリンピックの招致レースでいわゆる買収があったんじゃないかということで、フランス当局が捜査を拡大したということですね。で、今2020年東京オリンピック招致委員会、あるいは招致委員会のために活動した組織が
約130万ユーロのお金をシンガポールの秘密口座に直接送信したということが明らかになっているんですね。でこの秘密口座はマーケティングコンサルタントとして、IAAF っていうの IAAF 国際陸なんですねに採用されたラミーム・ディアックの息子パパ・マサタ・ダイクの関連口座なんだと。で国際陸上競技連盟 IAAF の会長を1999年から2015年だから16年間やったんですね彼はね。勤めたラミンヌ・ダイアクは東京がイスタンブールとマドリッドと招致合戦を戦っていた2013年には有力な IOC の委員だったんですね。で 闇の秘密口座はIAAF をめぐる組織的な疑惑、汚職疑惑の核心になっているということですね。ということで、これは要するに2020年の東京オリンピックの正当性がお金で買われた疑惑があるということで正当性がなくなるんですよね。やめた方がいいんですよ。もう最初から私言ってますけど、お金を4兆とか5兆とか6兆円を結局大手企業が東京オリンピックを開催するという名目のもと国民の税金を4兆円、5兆円、6兆円、横領するという大掛かりな国民、資産の横領なんですよね、これね。で、なんで東京が勝ったのかということに関して、当然ながら安倍晋三ですからね、やるのが。そして電通なんですよ。なぜ電通が 入ってるかということになると、この1億6000万円の賄賂を受け取ったと言われている元前国際陸連会長と電通というのは非常に近くてですね、電通がその国際陸連のメインパートナーとなって2029年までずっと電通がメインパートナーとなってるんですね。だから通貨なんですよね。ですから安倍晋三が首相になって森喜朗がオリンピック委員会の会長になってそして電通が仕切るという構造の中で、この東京オリンピック招致委員会っていうのは民主党の野田政権の末期に立ち上がったんですね。でも2012年12月には政権交代があって、首相安倍に変わったと。そして、森喜朗になって電通というとんでもない三悪がですね、買収したと。IOC の委員であり、有力委員であり、かつ国際陸連の会長を16年間もやったと。独裁体制を敷いてたセネガル人の大役会長に、息子が関係しているシンガポールの秘密口座に直接日本の東京オリンピック招致委員会が1億6000万円を送金したということが明らかになったんですね。これはフランスの警察検索当局がこの大学元前会長を出国禁止にして今捜査していると。そしてさっきの記事の中で言われたように当初の疑惑はロシアの選手が要するに、薬物テストで陽性になったのをもみ消すということで賄賂を100万ユーロってことは
1億2000万円、賄賂を受けたという容疑でフランス検察当局が彼を調べ始めたんですね。そしたらいろんなものが出てきたということで、ブラジルの今年のオリンピック、そして2020年の東京オリンピックの招致合戦の中で同じように買収工作が行われたと。で、東京オリンピック2020年の東京オリンピック招致委員会が130万ユーロをシンガポールのその大学会長の息子が関連している秘密口座に送ったと、直接送ったということがはっきりしてるんですね。だからもう安倍晋三と電通、森喜朗等々が何やるかっていうのはもう大体想像できます。彼らがやるのは買収なんです。国民の税金を使った買収なんですね。で、買収が効かないと脅すと、脅しが効かないと殺すというまさに、マフィア、タブセマフィアの本性そのものですよね。いや、これはユダヤ、ユダヤっていうと2種類あるんで、私はこれから回収ユダヤと、回収ユダヤロシアで国際金融だと。彼らもそうなんですね。まずお金で買収すると、あるいは女性とか等々で、ハニートラップで、相手を懐柔すると。それでもダメだと脅すと、脅しても屈しないと殺すと、というのはいわゆるテロリスト、マフィアの正体そのものですよね。だから安倍晋三っていうのはタブセマフィアですから、当然このようなことをすると、目的のためには何でもするということですよ。ドーピング検査ですね。ロシア選手がドーピング検査で陽性になったのを隠蔽する目的で100万ユーロの以上の賄賂を受け取ったという容疑で、国際陸連の会長を昨年11月から暴露されたばっかですね、昨年11月に辞任したとこういうことなんですね。で、今日のほぼまあ3分の1ぐらいの役だと思うんですけど、そして、電通が出てくるんですね、次の話なんですけど、まあ、明日また、役分を取り上げようというふうに思います。だからもう東京オリンピックはやめた方がいいんですよ。こんなの国民なんか全然関係ない、関係ないところで莫大な税金が横領されているということですね。このザ・ガーディアンの記事の URL を今貼り付けますので、英文ですけど、もしよろしければ読んでください。ここに貼り付いてる関連チャートがあって、それを今日の画像で取り上げようと思ったんですけど、印刷してみたら肝心な文字説明と完全に抜けちゃってるんですよね。で、これはまあおそらく制作上のあれで、印刷できなかったんですね。一応お見せしますけど、こういう関連があって、ここにですね、それぞれ文字が書いてあるんですけど、これがダイアックっていうセネガル人の会長ですよ。で、その息子がパパなんとかっていうダイアックっていう。で、彼が親父の国際陸連の親父会長の時に、彼と弟だと二人の息子がマーケットコンサルティング、コンサルタントとして雇われたんですね。で、彼がいわゆる賄賂
の受け取りで、ここがあのいわゆるシンガポールの秘密銀行口座なんです。で彼が結びついてるということで、でここにあるかな、こっちかな、国際リクレなんですね。これが IOC なんですね。でこれが日本の招致委員会かな。だここの日本の招致委員会が130万ユーロをこのシンガポールの秘密資金口座に送金したというのがはっきりしてですね。で息子が受け取って、パパと山分けしたという構図なんですね。日本の東京地検、やればと、やらないと思うんだけど、やればと、安倍晋三とそれから電通と森喜朗、この3人を事情聴取して、逮捕しろということですよね。国民資産の横領ですよね、これね。こんばんは。いつもそばにいるよさんですね。コンティニューから見えないです。オリンピックってなんだ、ブラジルもダメ、東京もならいろんなことを言う以前に、基本的な疑問として誰が足が速いとか力が強いとか余裕がうまいかもあるか、そんなに大切なこと、全然大切じゃないよね。どうでもいいじゃないですかね。大企業が税金を横領するためにオリンピックともはや横領ピックと、横領ピックですね、返命すべきですねという。だから前回の2012年のロンドンオリンピックの時に、使われたお金っていうのは全部で 5兆5000億と言われてるんですね。だからおそらく東京オリンピックはその倍までいかないけど10兆円近いんじゃないですか外出日につき後日配置をしますと、その次なんですね本来なら東北の復興もままならず、さらに九州中部地震が追い打ちをかけている現在、五輪は返上し、被災者救済、経済面含む全力傾く。まさにそうですよ。東京オリンピックなんかやってる状況じゃないでしょう。福島県民200万人が毎日放射能にさらされ、被爆、汚染、被爆され、汚染にさらされていく。あるいは福島、熊本大地震で、5万人、数万人の人たちがまだ余震が続く中で、十分な生活環境がないところで被災生活してると、そっちの方に金使えよということでしょ。1億6000万円使って IOC をおもてなしでしたね。あ、おもてなしね。おもてなししたんでしょう。IOC の元委員を、ね、だから買収して、イスタンブール支持者の IOC 委員を東京にくら替えさせたとか、マドリードを支持してたんだけど、金をもらって、だから1億6000万円どころじゃないでしょ。おそらく数百億円使ってんじゃないですか、あれは。で、彼にとっては、数百億円税金を使っても、5兆円、6兆円の税金をばらまけるということで、やる価値があると、彼にとってはそう思ったんですよね。東京地検特捜部やれよと。何もやんないんだから。5% しか正義の味方と思っている人が 5% しかいないという、ね、高橋さん、何を測ることがそんなに大切なんでしょうか。その通り、オリンピックはイルミナティの祭典と。そうでしょうね。コンティニューコイン演じさん、4年に一度まず税金を横領させると、横領すると5兆円とか。それとなんで国別になってんのと。国別の対抗は結局戦争につながるんですよね。民族間の対立を煽るということですよね。だから本来
本来だったらこんな4兆円とか5兆円とか6兆円の莫大なお金を費やして民族間の対立、緊張を煽るようなオリンピック自体がまさにイルミナティの祭典ですよ。高橋さんの言ってる通りですよ。それにみんなが群がって、ジャパンか、日本勝て、日本勝てって言って、いうことですよね。だから必ずオリンピックの前には、民族対立を煽るようなことをするんですよね。で一つが2012年のロンドンオリンピックの前の4月、当時の石原慎太郎東京都知事が突然ワシントンに飛んで記者会見してヘリテージ財団なんですね。それで尖閣諸島を東京都が買うということで、中国と日本との領有権をめぐる、今まではいわゆる棚上げにしてきたんですけど、それをわざと国が買わなければ東京都が買うよということをわざわざワシントンのヘリテージ財団の場所で記者会見して突然発表すると、これはもう完全に、日中間の紛争戦争を意図する、ジャパンハンドラーズ、ネオコンの指図によって、命令によって石原が突然やったんですね。で、それは2012年のイギリスのロンドンオリンピックの直前ですよ。そして同じように韓国のイ・ミョンバク大統領、彼は支持率がもう 10% ぐらいに下がっちゃったと。で、韓国の場合は大統領というのは再選できないんですよね。で、ほとんどの場合、与党政権がひっくり返って次に野党側から大統領が出ると前政権の悪が全て暴露されて、逮捕起訴され刑務所に送られるというのが韓国の大統領の特徴なんですけど、イ・ミョンバクはそれを恐れてて、で最後の7月ロンドンオリンピックが開会する直前に、独島っていう、島にですね、彼大統領が初めて上陸して、それで人気がわーっと上がったんですね。で、10% ぐらいのが 25% とか 30% ぐらいに上がっちゃったんですよ。それは対日、日本へのいわゆる強硬な態度がいいということで、イ・ミョンバク大統領が支持率が上がっちゃったということですよね。で、その前は北京オリンピックで、プーチン大統領は北京にオリンピック開会式に出席していないという勘繰りを縫って、当時のグルジア大統領の何て言いましたかね、あれがイスラエルとかアメリカにそそのかされて南オセチアという領有権問題で、ロシアと揉めてるところに彼らは侵攻したんですね。プーチンがいないから対応が遅れだろうと。そして最初良かったんですけど、プーチンが急遽戻って反撃に出て、もう簡単にグルジア人は撃退されたということ。それもあれですよね。オリンピックですよね。で、もっと前は1936年のヒットラー時代のドイツ、ベルリンオリンピック。1936年。その4ヶ月前ぐらいなんです。2月ぐらいに、ドイツのライン川周辺の非常に鉱物資源、石炭とか鉄鋼が取れる、重要地域に対してドイツは、そこは非武装地帯なんでドイツ軍は進攻できないんですけど、ヒットラーは侵攻したんですね。要するに侵攻してもフランス、イギリスは阻止しないだろうという前提で彼は
ドイツ軍を侵攻させたと。ラインラントっていうのかな。それでヒットラーにとってその時の3、4日はもう冷や汗もんだったと。もしもフランス、ドイツがそれを阻止するために阻止行動で参戦してきたら、もう当時のドイツ軍は圧倒的に弱いんで、死霊を巻いて、逃げ帰るしかなかったと。でもフランスとイギリス軍は何にも動かなかったということで、彼の賭けは成功したんですね。そして、結局ベルリンオリンピックをいわゆるナチス・ヒトラー体制の輝かしい業績として全世界に宣伝したということで成功して、そして1939年にポーランドに突然侵攻したということにずっとつながるんですよね。だからオリンピックっていうのはそういう意味でまさにイルミナティ、4年に一度国民の税金を収奪するとともに、国同士の民族感情を煽って、敵対意識を、対抗意識を醸成すると。で、それが大戦争を開始する土壌を作るということなんですね。4年に1回の計算、本当に怖いですね。エレファントさん、オリンピックを国威発揚に利用、第2次世界大戦、ベルリンオリンピックはその典型です。まさにそうですよね。イルミナティ、その名の通り、壮大な目くらまし、魔術的実行組織、その陰で重大な世界支配計画を推進している奴らがいると。そういうことですよね。目くらましなんですね。エンジさん、コンティニューコインですね。ということです。それで、今日のメインテーマに関して、時事通信が短い、記事書いてるんですね。東京五輪招致に疑惑、国際陸連への協賛金、協賛金って書いてあるところが時事通信らしいですね。国際陸連の賄賂と、かけよと。ロンドン、AC ガーディアン、電子版の11日、2020年東京五輪パラリンピックの招致活動に絡んで、日本側が国際陸連関係者に約130万ユーロ、約1億6000万円を支払った疑いがあると報じたと。ドーピング隠蔽をめぐる汚職事件で、フランス司法当局の捜査を受けている国際陸連のギアック前会長の息子につながる銀行口座に振り込まれたとしている。ロシア陸上界のドーピング問題を調査した世界反ドーピング機関 WADA 独立委員会が今年1月に公表した報告書で、日本側が国際陸連に協賛金を支払った疑惑が指摘され、日本側は否定していると。ここで何で協賛金っていうの？協賛金じゃないよ。だって会長の息子のシンガポールの秘密口座に、1億6000万円を送金したっていうのは協賛金じゃないでしょ、賄賂でしょ。協賛金だったらまともに、国際陸連の正式の口座に正式に送金しますよね。わざわざ息子が管理してるシンガポールの秘密銀行口座に、送らないですよね、協賛金なんかね。だからこれもすごいあれだよね、意図的な。時事通信、協賛金なんていうのは一言も書いてないですよ、ガーディアンには。ロイター通信によると、国際のオリンピック委員会 IOC の広報担当者は、すべての疑惑を明らかにするため、 IOC はあらゆる機関との接触を続けるとコメントしたということですね。周さん、エレファントムさん、ナチの戦法に学ぶ現政権はそこからすでに始まっていたのですね、という。だから、まあ、前から言ってますように、安倍政権のブレインにおそらく、1994年かな、ナチス選挙必勝法という2ヶ月で、廃盤になった、とんでもない本を書いたウガイなんとかっていうやつがまだいるんじゃないかと思うの。要するに僕らが
ナチスヒトラーが二度とあのような悲劇を生ませないために彼を研究するんですけど、うがい彼らがやったのはナチスヒトラーの手法を学んでいかにして権力を奪取できるかと、こういう観点からナチス研究会っていうのを立ち上げて、やってるんですよね。だから安倍晋三のなんか写真見ると必ずあの手振り身振りがヒトラーに似てますよね。大げさなんですよね。だからそういうふうに指導してる人がいいんでしょ、ヒトラー研究家で。2020年東京オリンピック招致で IOC に、ね、巨額の賄賂らしき裏金の存在が暴露されたと、電通の名前で。電通が全部仕切ってるんですよ、これ。そうでしょうということですね。高橋さん、ロンドンオリンピックではイルミナティのシンボルがいっぱいでした。ああ、そうなんだ。先生、皆さんこんばんは。オリンピックはあからさまな 3S ですね。という、みちさん。まさにそうですよね。その間、なんか思考停止になるんじゃないですか、みんな。日本頑張るとか。ナチの先方に習うスケース戦とはそこからすでに始まっているという。そういうことですよね。これが、時事通信の記事の URL 今貼り付けますかね。時事通信も非常にあれだよね。意図的に、世論誘導をあからさまにしてますね。協賛金なんてどこも書いてないよ。ガーディアンには。疑惑の送金って書いてあるんですよ。だから外国の報道機関から、から情報を取って日本の通信社、電通とか時事が記事にする場合、こういうふうに誘導されますんでね。だから元のガーディアンの記事を読まないとダメなんですよ。協賛金なんてどこに書いてあるのかと。これ電通の名前が全然出ないじゃないですか。これですね。これちょっと読んでください。協賛金って書いてあるでしょ。国際陸運の協賛金。なんで協賛金がシンガポールの秘密口座経由で行かなくちゃいけないのと。さあ、国際陸なんていうのはパリなんじゃないですかね。パリの本部に正々堂々と送金すればいいじゃないですか。だからこれも時事通信の意図的な世論誘導のための記事のなんていうの。どうぞ、みちさん、お茶、どうぞ、ありがとうございます。記事をこのように世論誘導するために、改ざんするっていうんですかね。協賛金、要するに、招致委員会、もう解散しちゃったんだけど、森喜朗なんかは今、オリンピック委員会の会長、彼らが、追及されると、これは協賛金ですと、賄賂ではありませんというふうに言ってるのと、まあ、歩調が合わせてるんでしょうね。今、何分ですか ?59 分。閲覧105名様、計280名様、コメント52件ですね。そして今日のトピックスですね。これも毎日新聞ひどいね、これ。オバマが広島を訪問するということに関する記事、被爆地の声聞いてと、核被害、怖さを伝えると。なんでこんな記事を、大体ステレオタイプで毎回出てくるんだよね、こういうのがね。被爆者の生の声をオバマ大統領に聞いてもらいたいと。そうなのと。あれほど残酷、非情な核兵器を日本人に、直接一般人に向けて、投下して、その威力を実験すると
ういうとんでもないことをやった権力犯罪者でしょ、アメリカ政府っていうのは。その上にオバマもいるわけじゃないですか。だから権力犯罪として、いわゆる人道への罪、戦争犯罪、権力犯罪、その罪をオバマが認めて謝罪し、賠償し、核兵器を廃絶するというふうに誓わせると、誓わせることをさせるために彼を迎えるという記事を書くべきでしょう。それをなんか、いつもの通り被爆者の声をぜひ聞いてほしいと、怖さを伝えたいと、ふざけんなと、こういうあの記事、ステレオタイプの記事、違うでしょと。権力犯罪者、人道に対する罪、最悪の人道的な、人道に対する罪だよね、これね。広島20万人、長崎14万人、34万人を殺したんですよ。桜井よしこ方式、まさにそうですよ。周平さん、事実をねじ曲げ、自分を肯定する記事に改ざん。こういう記事を書いた記者に一度会ってみたいね。なんでこういういつも同じような論調でしか記事を書けないのか。そういうことですよ。オバマが土下座して、被爆地の被害者で、現在も被爆のためにですね、健康を害している人がまだいるわけですよ。そういう人に対して土下座して謝って、そして賠償して、そして核兵器を率先して廃絶すると。アメリカは4000いくつ持ってるんですよね。だからロシアとアメリカが2大の核大国ですから、この人類を滅亡させる核兵器を私が廃絶しますというふうに誓えよと。それだったら来いよと。ただただただ広島に来て、一切お詫びはしないということを前提にした、あれを、オバマの広島訪問を歓迎しますとかね、大いなる前進ですとかね、バカ言っちゃいけないよ。何土地狂ってんのかと思いますよね。戦後の反核運動が結局被害者の方の被害の悲劇性ばっかり強調して、加害者責任というのは一切問わなかったということがずっと続いてるんですよね。だから過ちは再び犯しませんという、広島の原爆記念館のところにある石碑、過ちってのは誰なんだと。トルーマンであり、陸軍長官、あるいは科学者オッペンハイマーとか、そして、ルーズベルトもチャーチルとの間で原爆を開発する原爆は日本に落とすという秘密協定をしてたとかね、とんでもない奴らが日本人を人体実験の場として、で、広島の場合8時10分ですからね、生徒たちが外に出たり朝礼したり、あるいは工場が開始すると、その前の朝礼するという、一般人が朝の活動を
ちょうど開始する時を狙って彼らは爆発させたんですね。で、最後のいわゆるどこに何時に、広島に原爆を投下するかということを決定する最終、の会議が7月に持たれたんですね。で、その中に、まあ、科学者がいて、それから陸軍長官の彼が議長で、そして、その中に学者グループがいたんですね。あの開発したオッペンハイマーなんかの科学者ではなくて、いわゆる、ハーバード大学の学長とか、あるいはマサチューセッツ大学の学長とかっていう、いわゆる学者がいて、で、物理学者は全員人に対して、爆発させるべきじゃないと、どっか広い砂漠で威力を分かるようにして爆発させて、それで、核爆弾の威力を、恐怖をソ連側に見せればいいじゃないかと、人に対しては絶対反対だというふうに反対したんですけど、ハーバード大学の学長とマサチューセッツ大学の学長2人は日本人一般人に対して効率よく、被爆させるべきだと言って、8時15分というのに彼らは賛成したんですよね。スティーブソンか、陸軍長官、イルミナティです。彼が最初京都が候補になったんですけど、自分が新婚旅行かなんかで3回京都行ったんで京都を外したんですね。そして広島にしたんです。で、広島に関しては昭和天皇は事前に聞かれてて、で、彼のその当時の最大の脅威は陸軍のもしも全面降伏した場合、陸軍の一部が反乱を起こすと、内乱になるということを、まあ、226のあの体験があるので、自分の側近が殺されたということで、いわゆる陸軍の蜂起が彼にとっては一番の心配の種だったんですね。それで広島に第二総軍という陸軍の半分の司令部が西日本全体を統括する司令部が置かれたんで、広島のいわゆる陸軍部隊の半分を米軍の原爆で殲滅してもらった方が陸軍の内乱がなくなるということで、彼が広島を推薦したということですよね。毎年電気代などから100兆円を搾取されていると、未来サテさん、これアメブロのあれですかね、謝罪のできないオバマを絶対に許せませんし、天皇も自らの罪は全部の前で告発し謝罪しない限り許せないと。そうですよね。ということで、ですから私はこういういわゆる大手マスコミが、いわゆるステレオタイプ、毎回同じような被害者の声をぜひ聞いてほしいと、被害者の被害の悲惨さをぜひ、聞いてほしいという論調の記事っていうのは、一番肝心なことを隠してるんですよね。だって、いわゆる殺人者が被害者のところにお詫びもしないと、ただ挨拶に来るというのと同じじゃないですか。殺人者が被害者を殺して、で、刑務所かなんか行って、で、刑務所から出てきて、で、別に謝罪はするつもりないと、ただお会いしたいと、ただ訪問したいというだけで、被害者の親族っていうのは絶対受け入れないでしょ。広島の
原爆被爆者というのはオバマを批判しないといけないんですよ。ふざけんなと、お前たちだろうと、権力犯罪をしたのは人類で初めて、これは絶対白人国に対してナチスにも使わなかったし、他の国には絶対使わないでしょうと。アジアの黄色人種の日本に対して人種的な差別で、何やっても構わないと、いわゆるゴイムだと、家畜だと、豚だと、そういうことでやったんでしょうというふうに追求すべきだよね。パフォーマンス。サタン、あ、そうなんだ。ナトコードネームサタンなんだ。ということです。から2番目、パナマ文書徹底調査、安倍官邸も国税庁もやる気ゼロという、一見いかんねんだよ。当然ですよね。仲間がいるんだし。ひょっとしたら安倍の自分の名前が出てくるかと思ってるんじゃないですか。そうです、高橋さん、被爆者に対して謝罪なんて絶対にありえないと。そうなんですよ。だから大手マスコミがなんでそういう論調の記事書かないのと、オバマさんと来るなら謝罪を前提にして来なさいよというまともな記事を書く記者がいなくなっちゃったんですかね、大手マスコミ。から3番目、読売新聞がパナマ文書日本企業すべて匿名モザイクにと、大企業にこびる御用体質にネットでも非難殺到と言ってた。あ、これはあれだ、 URL ちょっと貼り忘れましたね。読売らしいよね。朝日も匿名みたいね。これですね。ということと、それから今日の重要情報、核先制攻撃を目論んできた米国と一体化することになる集団的自衛権は核戦争への参加を意味するという、まさにそうです。桜井ジャーナルです。あ、こっちだ。あ、マイナス5。これですね。この記事なかなか内容あっていいですよ。それと今日の注目情報、グッディ木村太郎のパナマ文書企業擁護がひどいと、名前の出た会社は抹消時タックスヘイブンが平分ないと年金払えないという、とんでもないこと言ってるんだね。でたらめ言ってんですよね。でたらめ言ってそれを恥じることもなしに、あ、桜井よし子とそっくりだよね。完全にこう事実誤認があるんだけど、そのことを指摘されても絶対認めないと。何なんだろうね。自分があんたたちより用語に関しては、よく知ってるよと、いうことなんですかね。木村太郎。マイナス3。マイナス2。タックスヘイブンないと年金払えないっていうのはどういうことなんですかね。
何にも分かってないですね。分かってなくて分かってるようなふりして、間違ったことを言って批判されても認めないと。これはもう安倍晋三をはじめとする、暗愚な連中の特徴ですね。マミヤさん、ICIJ のジャパンリストという、出たんだ。オフショアの、そうですね。ここで検索できるんですかね。ということで、今日は75分51秒ですね。閲覧111名様、計321名様、コメント65件。衆参、燃焼の3要素、可燃物、熱源、酸素供給源がある。あり、どれ一つ欠けても燃焼が成り立たない。要背景主義者にも3要素があると思います。間違いなくトップは金でしょうと。背景主義者3要素だ、金とあと限りない欲望、いくらあっても足んないと、もっともっとと、こういう無限の欲望、それと何ですかね、木村太郎。ああ、そうですね。URL 貼り付けてくれましたね。井上貴子さん、少なくとも北海道新聞ウェブ版ではこのように報道して救われますよと。北海道の被爆者、慰霊碑見てと、謝罪をと。そうだよ。少なくとも謝罪ぐらいしようと。で、オバマはあれですよ。謝罪するって言ったら、いわゆる、200万人ぐらいの会員がいる、元兵士の団体があるんですよね。圧力団体がね、それに配慮してるんですよね。絶対謝罪なんかするんだという圧力をかけてるんですよ。ということで今日の放送は終わりです。77分36秒、閲覧107名様、計327名様、コメント68件、金、欲望、暴力かもと。暴力入ってるんでしょうね。金の供給源、信用創造特権という、そういうことですね。金があって、欲望があって、暴力と。欲望も、際限のない欲望ですよね。暴力も、核兵器による暴力までいっちゃうんですよね。ということで、お疲れ様でした。また明日金曜日ですね。よろしくお願いします。お疲れ様でした。周平さん、お茶ですね。